ここまでの2イニングはいずれも先頭を出してしまっていますが、打ち取った打球先頭を打ち取りました。まずワンアウトです。手が出ませんでした。見逃し三振、ツーアウト。三振は3つ目取ります。内側に構えたミット、これも決まりました。連続三振で3回、今日初めての三者凡退で攻撃終了です。そうですね、こういう少ない球数でいけば切れなかったりもしましたし、はい、まあ、それはやっぱり先頭バッター出していることっていうのはやっぱ大きいですね、はい、これも落ち取ったあたりです。レフトの近藤が見上げます。詰まらせた鈍い当たりは左中間へのフライです。近藤スリーアウトになりました。モイネロ3回4回連続三者凡退です。その先頭は深いところまで打球が伸びていきますが、ここまででした。長崎はどこ行くのかな。打ち取った打球は球際で前に出てきました。石塚です。そうですね、止めたバット、バントのような打球はショートまで転がっていった今宮がファインプレー。もう大事な先頭になります。インコース、これはうまく弾き返していきましたが、切れる打球に対して落下点余裕に、まだ2点差、まだ2点という、そんな表現で持っていきたいところではありますが、これも打ち取られた打球です。ツーアウト。スリーボールから仕掛けていったセンター頭上を襲っていく打球は俊足佐藤直樹の守備範囲でした。モイネロは6回1失点の好投です。